FM。ワクワクしてる？皆さん、ワクワクしてますか？生きていればトラブルはつきもので、思い通りにはなかなかいきませんが、どうせやらなきゃならないことなら、何でもいやいやするんじゃなくって、ワクワクしながらやっちゃえば、きっと楽しくなるんじゃないですか？そんなワクワクできる考え方を、大分県で一番ポジティブな社長と一緒に考える番組です。吉井清松のワクワク土曜日、始まります。大分県で一番ポジティブな社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんにちは、アシスタントのチャコこと佐々木久子です。今週も始まりました、吉井清松のワクワク土曜日。皆さん1週間お疲れ様でした。この番組では冒頭にヨッシーに会える日をご紹介します。そしてヨッシー清松のちょっとだけいい話、さらにゲストをお招きしてのスペシャルトーク、清松社長の幅広い交友関係の中から毎回一組に来ていただいて、清松社長との関係やゲストの方が今取り組んでいることなどをお話しいただき、番組で応援ができればと思っています。番組後半では清松社長が書かれている物語、天使の話、500文字の天使たちをお届けします。まずはヨッシー清松に会える日です。清松社長お願いします。はい、もう12月30日の清松総合テック大忘年会に、はい、まあ、なるんですけども、はい、本当にこう素晴らしい、ゲストさんをお招きすることができるようになりましたし、はい、いろんな企画を練って、皆さんに楽しんでもらうように頑張ってますんで、はいはい、もし、お気に召しま方いましたら、はい、ぜひ参加していただきたい。ただし、はい、これ参加するためには条件がございます、はい、清松総合鉄工の朝礼に出たことがある人に限ります、うん、はい、朝礼にも来たことなくて、はい、なんかここに来るとなんかビンゴの景品がすごいから、はい、行ってみようかなみたいな感じで来られる人が増えていくと嫌なんで、はい、いつも僕の挑戦に対してきちっとこう拍手してくれる人に来ていただきたいということで、はい、まあ、朝礼に少なくとも1回は来たことがある人に、はい、まあ、条件付けさせていただいてますんで、それ以外の方は残念ながら来年、はい、までの間にね、また来年の12月までの間に月1の月初の朝礼に来ていただくという感じで、そうですね、はい、そんな1回でも来られれば、はい、また来年同じような大忘年会やりたいと思いますんで、はい、その時には大手を振って参加していただければありがたいというふうに思いますよね。またあのね、あのいろいろなこうギターを弾けたりベリーを踊れたりとか ね、うん、ね、ね、そういう芸を磨いていただいて、ね、またお披露目に来ていただきたいですね。で、あの、はい、明けての、月初の朝礼は1月5日に行います、はい、今度は年初の朝礼でございますので、うんうん、1月5日、はい、よかったら清松総合鉄工に来ていただければありがたい、はい、というふうに思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、まあ、先週ですね、はい、若手を集めてお話し会をしましたっていうことを申し上げましたけども、その中で言ったのが、西郷隆盛って知ってますかっていう話で、はい、西郷隆盛ってね1828年生まれなんですよ、うん、はい、1828年ってどういうことかっていうと、うん、1853年の黒船が来た時に25歳だったっていうことなんですよね。なるほど、はい、もしこの西郷隆盛が10年後に生まれてて、はい、15歳の時に、はい、クレフ船が来たとしたら、はい、西郷隆盛は歴史に残ってただろうかっていうふうに考えると面白くないですか。面白いですね、うん、はい、例えばあと10年早く生まれてて、はい、35歳の時に黒船が来たとしたら、はい、西郷隆盛って歴史に残ってただろうかって考えると、きっと残ってないんですよ。10年先でも後でもね。そうですね、はい、で、江戸時代って250年続いてるんですけども、はいはい、250年の間何人知ってますかっていう話。あの、はい、250年の間になんか有名人って数えるぐらいしかいないじゃないですか、うんうんうん、ほとんどいないんですよ、うんうん、まあ、綱吉とか吉宗とか、ね、吉ああいう持って生まれた人はいますよ、はい、そういうステータスを持って生まれた人は歴史に残ってますけども、はい、普通の人で西郷隆盛みたいに、はい、ただの下級武士で生まれてるのに歴史に残ったような、うんうん、
人ってほとんどいない。はい、多分ね、西郷隆盛って25歳の時に黒船が来たから歴史に残ることができたわけですよ、うんうんね、その後明治維新を40歳で迎え、49歳の西南戦争で、亡くなるんですけど、はい、49歳でしたよね、はい、そのタイミングで生まれて歴史に残ることができた、はい、僕その話をして、例えば大会社、みんな大きな会社に就職したいっていうふうに思って、うん、一部上場の会社に行きたいんだって、はい、なんか言う人も中にいたんで、その若い人たちに集まりの中で、はい、いや大きな会社でにもし生まれたとして、あなたが江戸時代に生まれてるのと変わんないよ、きっとあなたは名前が残んないよ、でも小さい会社に就職した、うん、まあ、例えば清正総合鉄工みたいな中小企業に就職すれば、うん、たった1年2年で頑張ればすぐマネージャークラスになれることができたし、うん、まあ、最後は、ね、副社長まで上り詰める可能性だってあるけども、今あなたが今のキャリアで大会社入って副社長になれる、はい、社長になれるっていうふうに考えてごらんって、うん、西郷隆盛が10年後に生まれたり 10年前に生まれたりするのとあんまり変わってない、うん、歴史に残りようがないんじゃないのっていう話をね、させていただいたんですよね。なるほどね、やっぱね、時期と場所とね、うん、やっぱ選んでいかないと、そうですね、埋もれてしまう可能性もある、うんうん、大きな会社であなたが行ってもいなくても変わんないようなところに入っても、うん、あなたのやりたいことってできないよっていう、確かにね、そういう話をねさせていただいたんですよね。またそうすると選択肢が広がりますね、うん、そうですね、夢も、はい、持てますしね、はい、はい、そういうことで、まあ、よろしくお願いします、はい、若者の皆さん頑張ってください。今日もよろしくお願いします。清松総合鉄工株式会社がお届けするヨッシー清松のワクワク土曜日、やってることならそんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。はい、それではゲストコーナーです。本日は株式会社和光組代表取締役高橋隆弘さんに来ていただいております。はい、 TK 社長よろしくお願いします。お願いします。和光組社長へ、ね、高橋隆弘、うん、あれですよね番組してたんですよね以前。そうです、ね、僕らが始め、あの、ね、はいはい、始まる前は、ね、和光組の TK 社長がやってた。そうですね、ここでやってましたよね。この枠でやってたんですよね。しい、この声はお久しぶりの人が多いかもしれませんね、覚えてますかね結構このラフな喋、ね、り方が特徴的です、ね、確かに、ね、あの見た目も、ね、はい、イケメンなんですよね。本当にイケメンなんですよね、はい、うん、よく言われるんですよ今39歳です、ね、はい、なんかこうノリノリの雰囲気で。そうですよね、まあす、はい、あの TK 社長、 TK 社長最近言われ出したんですけど、はい、僕と一緒に車乗ってる時に、うん、もう高橋組の高橋隆弘っていうのはすごく、うん、あの TTT っていっぱい出てくてめんどくさいから、はい、なんかニックネーム考えろって僕言ったんですよ。言われた、はい、うん、で最初じゃあ何にしましょうかねとか言って、はいはい、じゃあ TT 社長でいいがって俺言ったらTT 社長でいいんじゃないとか言ったら、うんうん、いやじゃあ TK の方がいいですとか言ってあれから TK 社長って話になった。そうですね、なんか浸透しちゃってますね、はい、ありがたい。そうなんですね。もともとはでも大分県の大分市、はいはい、横の方に会社がありますよね。あ、そうですそうです、はい、東京ドームやビッグエッグで、昭和でも東京ドームでもなく昭和電工ドームですね全然違う全然違います。ビッグマックマフィンでもないです見てるけど、そこの昭和電工ドームから5分ぐらいですかね、はい、いやもう車だったら2分ぐらいですね。そうですね、めっちゃ近いです、はい、そうなんですね。めっちゃ近いところに会社があるんですか。もともとあのね、お家の解体工事の会社。そうですね、はい、うんうん、ということで、ね、あの新築前とかにですね、はい、あの取り壊さないといけないお家とかですね、はい、そういうのを解体してます、はい、だけどそのお仕事もそうなんですけど、はい、またあの裏、うんうん、名刺の裏にですね、はいはい、経営理念に約束事など書いていて、うん、本当にこう誠実な会社なんです、うん、いやそうなんですよだってもう俺が誠実じゃないですか、うん、だからすごいで、あの私の知り合いもね、はい、よくあの和光組の社長の話になるんですけど、うんうん、悪口じゃないですよ絶対悪口と思った今悪口じゃないんですけど、 あの方素晴らしいよね、他社貢献、うん、そう、ま、他社貢献の和光組っていう風にやっぱり、はい、あのすごく知れ渡ってます。浸透してるんですね。浸透してるんですよ。嬉しい。
あの、一回飲み会一緒だったんですけど。あ、確かに。確かに。あの、肘の方で。あの、飲みましたね。いや、飲まないんですよ。あ、そうなんだ。いや、俺は飲まないけど来る。飲まないけど酒の席に来る。素晴らしい。行きます。そう。ね、あの、お金だけ払って帰ってくれる。そういう。ほとんどのおつまみを私にくれて。ただの財布。いや、だから本当、あ、ここでも他者貢献してるとか。本当っすね。うまいこと言ってくれもさすが。いや、本当の爽やかでね、活発な方ですよね。そうですね。もう彼TK 社長ね、はい、あの西野さんの、あ、キングコング西野晃郎さんですね。そうね、はい、まあ、僕もあのサロンメンバーなんですけども、はい、西野サロンのメンバーなんですけども、はい、その西野サロンのメンバーの中でも、うん、すごく有名な人で、うん、西野さんをもう大分に呼んだりすることができる人なんですよね。しましたね、うん、7月に。すごいですね。すごい、あのキングコング西野を呼ぶ、その大分に呼べる。キングコング西野さんとはどうやって、はい、お知り合いになったんですか？やっぱサロンメンバーだから、サロンに入ってて、まあいろいろお手伝いしてたんですよ、うんうん、絵本配ったりとか、うん、そうしてこうだんだんこうね、距離が密接になってきて、うんうん、でいよいよ呼ぶようになったという。いやね、はあ、だけど、うんうん、社長のやっぱ知り合ったきっかけもその西野さんのサロンですか？そうですね。あ、そうっすよね、多分、うん、で一番最初知り合ったのは、はい、たまり場、あ、たまり場さん、はい、うん、はい、たまり場がなんかクリスマス会をやりたい、あ、そうで子供たちなんか配りたいよって言った時に、僕サロンメンバーに投げたんですよ、もう、もし、なんか持ってるもんあったら、はい、僕があのプレ、はい、するんで、はい、なんか言ってきてくれませんかってサロンメンバーで投げたら、はい、高橋社長が、はい、じゃあ100枚チケットありますんで、ね、映画のチケットが100枚ありますんで、そうだ、プペル、プペル、プペルです、はい、この100枚使ってくださいっていう。かっこいい、俺めっちゃかっこいいですね。なんかも外も、たまり場っていうのも大分市の子ども食堂支援のね、うん、子ども支援の、うん、あのカフェなんですけどね、うん、若林優子さんがね、はい、やってる。ということで今日あの高橋社長がこちらに来られたのは理由があるんですよね、うん、はい、そうなんですよ。あの来週ですね、12月18日日曜日に鴨頭よしひと講演会というのを私主催でやらせていただくんですよ、うんうん、それの宣伝をですね、ずうずうしく市にやってまいりました。鴨頭さんというのは、ご存じないですか？ごめんなさい。YouTube 講演家と言いまして、はい、僕もなんか親しくさせてもらってて、はい、池袋の、焼肉マフィア、はい、で、まあ、焼肉も売ってらっしゃるんですけど、すね、僕もあれオープンしたその日に行って、カモさんとお話をしてもらったり、そうそう、動画載ってましたもんね、社長。すごいんですよ、 YouTube 登録者数100万人なんですよ、はい、そうなんですか。はい、僕は今、はい、番組でいいねとかやってるでしょ、はい、あれ全部カモさんの真似ですからね。知らなかった。真似したくなるぐらいやっぱ影響力が、ね、あるってことですよ、はあ、この講演のまたタイトルが周りと差がつく、はい、得する話し方。あ、そうです、はあ、はい、あの新作のですね、はい、ビジネス本があって、コミュニケーション大全っていう本をですね、うん、今あの全国に広めるために全国で講演会を行ってるんですよ、うん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 、そこで私が飛びついたわけです。はい、俺もやりたいって言って、ね、協力しますと、はい、この方でもじゃあやっぱりすごい支持されている方ということですね。めちゃめちゃ支持されてます、ね、そうですね。講演もやっぱり面白いんでしょうか？はい、いやもう本当にね、面白い最高よね、はい、うん、いやもう人生変わったっていう人いっぱい出てますんで。あ、そうなんですね。ですよ、はい、もう来ないと損ですよ、皆さんぜひ来てくださいね。あの、はい、鴨頭ってひあの YouTube で調べてもらうと山ほど出てくるんで、はい、山ほど出てきます、はい、でもあの笑顔がすごいですね、うん、最高ですよ、鴨さん、はい、本当。ただあのなんかあの綾小路きみまろみたいな服ですね。確かに確かにスパンコールみたいなね、スパンコールのジャケットで講演をされる方、はい、あ、します、いや、おしゃれなんですよ、おしゃれなんだ、もう外見めっちゃ気使ってますんで、はい、すごいんです。とにかくもう YouTube で、はい、あのどれでもいいんで、あの1本見てもらうと、あのどれ見ても魅力わかります。わかります、ね、そうなんですね。僕もあのなんかよくサブネイルでできて、はいはいはい、あの押しちゃいけない人だってずっと思ってた。宗教だみたいな、やばいぞって、はい、これ押しちゃうね、なんか俺も間違った方向に行くんじゃないと思って。私も考えるんですね、そんな。でもつい あんまり多いから押してしまったら1本目でもう虜になってしまって、あ、もうこの人みたいに生きるんだって決めたもん。はあ、
だって清松社長が引かれてるってことは、清松社長のいいねの原点が鴨頭さんにあるとは本当に知らなかったし、俺でもそうだなと思ってたんですけど、ね、そうですか。でも鴨さんも大島圭介のいいねを真似してる、はい、ですです、うん、大島圭介さんです、ね、いいねは伝道されてるんですね、うん、そうそう本当まさにまさに、いや本当にあの別府のビーコンプラザでやりますんで、はい、皆さんもぜひね12月18日日曜日、はい、会場が17時でございます、はい、でまあ通常席のチケットが結構ありますので、はい、あのぜひぜひですね、はい、ご参加してほしいなと思っております、VIP 席10万円も売れちゃった、全部売れました、秒で売れましたね。ちょっと私から見たら高いと思うんですけど、いやいや全部売れたんですか。皆さんやっぱそう言うんですけど、はい、一番人気ですよ、うん、いや西野さんの時もこれから売れてますからそうですか、もう今そういう時代なんですよ。で特にあのこのスペシャル VIP 席20万って、はい、これは限定一席ってのは何ですか。これはねまだ売れてないこれカモさん目の前って書いてます。あもう目の前ですよ、一人だけ晒されるっす、そこにカモさんの前に。ええそうなんだ、あ、はい、壇上のステージ、え壇上ステージのすぐ下に、すぐ下に晒されると、晒されるって言われたら地獄だったら20万じゃないけど、きっと何かそこになった得るものがあるから20万でしょうね。通常席はね、あの、はい、3000円なんで お求めやすい金額になってますんで、通常席はねびっくりしましたどんな会なのかと思いましたら、通常席は3000円で、255席あるということですね、はい、見てください皆さん。またあのスタッフになって講演会を作り上げる体験ができる権利とかいうのもあるんですか。 ありますよ、もうねあのスタッフにわざわざなりに行ってですね、はい、お金出して、はい、手伝うという変態がいっぱいいるんですよ、うん、これも50人中今32人ぐらい集まってますね。となるとやっぱり 何かすごい人だなってすごくやっぱり分かりますね。分かりますね、はあ、目立つんで、はあ、12月の18日の日曜日、共犯者とかいう T シャツ作るの今回も。共犯者うちはやらないのかなと思ってますね、はい、で通常ねカモさん の、はい、の講演会には共犯者って、あ、そうそうそう、うん、T シャツを赤いやつですね、うん、あります作って、それを着てやるんですけども、そうなんです、今回はねあの、うん、TK 社長の共犯者になってお願いします。共演者でもいいですね、共演者でもいいです ね社交圏な共犯者でお願いします。あ、なるほど、素敵ですね、はい、鴨頭よしひと講演会 in 大分、うん、周りと差がつく得する話し方は2022年の12月18日の日曜日、別府ビーコンプラザ2階レセプションホールで行われます。会場が5時、開演は6時から、終了が8時となっております。もう主催は株式会社和光組ということでね、はい、私でございます、はい、チケット買うにはどうしたらいい。あ、そうですね、チケット買うには、ね、チケット買うのにはですね、もうチラシとかあと PTX のチケットサイトがありますので、うん、あのそちらで調べていただくかですね、または、和光組とひらがな検索していただければですね、あのうちのホームページ出てきます。そこにあのちょっと下にスクロールしたら鴨さんの絵がありますんで、クリックお願いします。はい、はい、じゃあチケットはですね、はい、株式会社和光組のホームページ、はいはい、からあのチケット購入できますので、はい、お見ください、はい、お願いいたします。あの和光組さんの高橋さん、はいはい、和光組さんの高橋さんこの頃少し変よ、はい、違いますあのボイシートップパーソナリティとありますけど、はい、あ、だからカモさんが自身がボイシーのトップパーソナリティなんですけど、はい、あのまあ、アプリでこうラジオみたいなやつがあるんですよ、はい、自身で発信できるような、はい、それあの私もやってるんで、よかったら気が向いた方は聞いてほしいなって思います。ボイシーで、はい、田舎社長やって、あ、ですです、まあ、和光組とかでもうひらがなで検索していただけたら出てくると思いますので、うん、あ、そうなんです、いろんな人の悪口してますんで、カモさんがねもうベタ褒めなのよ。あ、確かに、うん、DK 社長のボイシーを、あ、はい、そうなんですね、なんかられたんです。だからカモさんのコミュニティの人はもうみんな、そう、あっという間に増えましたよね。びっくりしました。うん、ポジティブになれる感じ。そうです、そうです、なれますきっと、ね、きっとなれる、というかもう人の宣伝ばっかりしてるんであ、そうなんですね、はい、人の褒めたり人の悪口言ったりしてます、それをぜひ聞いてみたいですね。ボイシーで、ボイシーです、はい、和光組で検索を、はいはい、お願いします。お願いします、はい、どうも。最後に久々に来た、はい、社長、高橋社長から一言、リスナーの方に。いや、ラジオって面白いですね、久々に来て思ったんですけど、はい、まあ、それはいいんですけど、あの、まあ、とにかく皆さん、あの、生きていくからにはですね、誰かのために多少貢献をね、気持ちを持って、皆さん活動してほしいなと思っています。そんな感じです。また会いましょう、バイバーイはい、それでは本日のゲストは株式会社和光組代表高橋隆博 TK 社長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。ここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生、ワクワクしてる？いやいや、ながらやってることならそんなの全部やめちゃう。
天使の話第49話、挑戦の天使チャレンジ。天使エイジが人を追いさせ、それは心にいるエイジの数が増えるからだって言ったけど、エイジを増やさないためにはどうすればいいんだろう。実はエイジには相入れない天使がいるんだ。その天使が心にいるととっても居心地が悪くなってエイジは去る。それは挑戦の天使で、名前はチャレンジというんだ。この天使は人の心にまるで植物の種のように生まれながらに存在している。はじめは干からびて死んだようになっているんだけど、何かの刺激を受けると芽を出して花を咲かせ、また種を作るんだ。人は成長期には受ける刺激がたくさんあって、いつもチャレンジは花を咲かせている。例えば赤ん坊、寝ていた方が楽なのに立とうとするし、立てば歩こうとする。路肩にちょっとだけ高い縁があれば、その上を歩こうとするでしょ。それはチャレンジの花が咲いているからなんだ。だから毎回カードのように配られてくるエイジはとどまることができずに去っていくんだよ。でも受ける刺激が少なくなってチャレンジの花が咲かなくなると、エイジはそこにとどまるようになる。そして心のエイジの数は増えていく。つまり老いていくんだ。だから挑戦を続けている人はいつまでも若々しいんだよ。うん、はい、分かってもらえるかなというふうに思うんですけども、うんうんうん、はい、結局エイジ、年を取ったように見えるような人って、うん、はい、挑戦してない人なんだっていうことなんですよね。うんうん、今の現状で満足ではないけども、うんうん、諦めてしまってる人、うんうんうん、でもう何やってもしょうがないや、うん、俺が何かやっても人生変わるわけではないわっていうふうに思っていると、うん、だんだんこうエイジがこう体の中に溜まっていって、心の中に溜まっていって、だんだん年老いて見えるようになってくるっていうことなんでね。だからいつもいつもな、僕なんか次から次に挑戦するのを忘れないじゃないですか。はい、だから、はい、若くいられるわけじゃないですか。そうですね、まあ、日々の日常に追われて忙しさにかまけてもそれしかしてないとなると、うん、やっぱりリフレッシュができていないっていうのも、うん、やっぱり老け込んじゃうんでしょう ね、頑張ってるならいいんだけど、うんうんうん、もうルーチンワークに陥ってしまって、はい、今日やるべきことをやっとけばいいやって思ってると、はいはい、刺激がないわけじゃないですか。昨日やったことを今日もやるし、今日やってることをもしかしたら明日もやってるかもしれない、はい、そういう人たちって刺激がないから、はい、チャレンジの花が咲かないんですよ。そっか、そうですね、うん、だからね、チャコみたいにさ、はい、あそこのミスコン出てみようとか、ね、自分のお店持ってみようとか、はい、だから次から次に挑戦されてるから、はい、いつまでも若々しくいられるっていうことなんですね。確かにね、なんか一杯の仕事終わりのビールだけは私楽しみにしてる時もあったんですけどそうするとやっぱりもうそれで一日が終わっちゃうんですよね、うん、やっぱりそれよりも、あ、次は何をやろうかな、これをやろうかなって考えた方が確かに生き生きと脳みそが活性化されてくる気がします、うん、ね、やっぱり刺激を受けていれば、はい、うん、はい、チャレンジの話探しましょうよ。そうですね、何歳になってもね、はい、うん、もういくつになっても構わないと思います、チャレンジっていうのは ね、はい、そういう気持ちの中にエイジは、はい、なんか居づらくなって、はい、去っていきますね。なるほどね、はい、うん、先週からね、ちょっと聞き直していただいて、はい、エイジを、まあ、チャレンジ、うん、これは2つの天使の割合で、はい、世の中が決まっていってる、私の人生決まっていってるっていうこと、うんうん、またこの天使の話もし、うん、1話目から聞きたい人は、はい、インスタグラムとかフェイスブックとかで天使の話って検索してもらうと、はい、1話から読むことができますんでね、はい、ぜひとも読んでもらえたらありがたいなというふうに思います。はい、いよいよ来週は50話目ですね。そうですね、はい、はい、お楽しみに。キロは総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、キロは総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、キロは総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キロは総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。
ワクワクしてる？はい、いよいよまたあっという間に終わりの時間ですよ。はい、はい、TK 社長今帰っていきましたけども、はい、ね、あの彼もなんかいつもいつも挑戦してて、はい、他社貢献が私の会社のモットーですみたいなことを言ってまして、はい、すごいですよね、まあ、うんうん、本当に行動力もあるし、行動力もあるしね、はい、本当に何でも何でもこう一生懸命、それも自分のために動くんじゃなくて必ず人のために動いてますので、あの僕あの言ったことあるんですけども、この世でね、人のためだけで動ける人ってなかなかいないんだよねって、あ、うん、はい、で自分のやっぱり自分のことって大切じゃないですか、はい、どうしても自分のために動いてしまうんだけど、この世でたった2人だけ人のためだけで動ける人がいる、はい、1人はあのマザーテレサなんですよ、うんうん、でもう1人が TK 社長だぶっ飛びました今それぐらいのレベルで動いてますか。すごいです、もう歴史残っちゃいますね、もういやもうそういうふうに、いつも言うんですけど、本当にね、はい、今回もこうカモさんを呼んで、ね、カモさんのお話をみんなに聞かせたら、はい、みんなの人生が変わるんじゃないかっていうふうに思ったらしくって、はい、今度来週カモガシャ氏と僕も必ず参りますので、はい、ぜひとも会場でねお会いできたら嬉しいなというふうに思います、ね、12月18日です ね、とにかくカモさんから僕せーのいいねを教わりましたっていう話はみんなにも、うん、先ほども申し上げましたけども、はい、承認もカモさんから習った言葉なんですよ。そうなんですね、はい、承認だけで成り立つ会社って言い出したのもカモさんの言葉からなんでございますんで、もう原点がそこにあるっていう感じですね。そうですね、だから本当にもうカモさんのことは尊敬してやまないし、はい、そのカモさんを呼んでくれた TK 社長はもっと尊敬するんですよ。そうですね、第2の清松社長になるようにね、あの皆さんも聞いていただきたいと思いますね本当ですよね、はい、本当に、楽しみにしてますんで、はい、ぜひとも本当に来週は別府のビーコンプラザに来ていただければありがたいなというふうに思います。はい、今日もありがとうございました。お相手は吉井清松、そしてじゃあここと佐々木久子でした。せーの、いいね。でもここならきっと充実感、やりがいある人生。そんなの全部やめちゃえば、ワクワクしながらやればきっと楽しい。辛いこともあるかもね。でもここならきっとワクワクできる、みんな主役の人生。